ドベンチャーワールドをお越しくださいまして誠にありがとうございます。お時間となりましたので、ただいまより原品のミルクタイムを行ってまいります。先生と中央へと移動してまいります。運動頑張りましょう。混雑いたしますので、交代をしながらのご観覧にご協力をお願いいたします。さあ、ユイヒンはタイヤに座るとおやつがもらえるというのは実は覚えている賢いネパナですので、タイヤの上で待っておりましたが、まずはミルクを与えてまいります。サンスタッフが大好きなリンゴを持っているのが分かるようですし、追いかけておりますが、ようやくミルクを飲み始めております。ユイヒンが飲んでおりますミルクは、パンナミルクというものです。現在ユイヒンは1歳3ヶ月ですが、これを2歳になるまで飲んでいきます。ただ最近は竹を食べる量どんどんと増えてきております。1キロ、3キロ、4キロと竹を食べる量が増えてきておりますので、今後はこのミルクを飲む量を少しずつ減らしていく予定となっております。2歳になるまでにはこのミルクをどんどん減らしていき、完全に卒業し、大人と同じ硬い竹を食べるようにと変わっていきます。またミルクの他にはリンゴと人参、動物用のビスケットを与えております。これは大人のジャイアントパンダも同じです。ユイヒン、大人のパンダも甘いリンゴが一番大好きなんです。ミルク、そしてビスケットも最近ユイヒン味を覚えてきたのか、どんどん食べるようになってきましたので、ビスケットの量も増やしていこうかなと思っております。ただユイヒン実はまだ人参があまり好きではないようでして、人参毎日 20g ほど与えておりますが、たまに残していることもございます。竹さんはクリスマスということで、お姉さんの双子のパンダ桜浜と桃浜にクリスマスケーキをプレゼントいたしました。でその時の雪がまだ残っておりますので、ちょっとこの雪に興味を示したようです。実はユイヒンも氷や雪が大好きでして、おそらくこの後雪で遊ぶ姿もご覧いただけるんじゃないかなと思います。でパンダはもともと寒いところに暮らす動物ですので、雪が大好きです。いつものんびり屋さんなお父さん永明でさえ、昨年雪が白浜に積もった時にはもう元気いっぱいはしゃいで遊んでおりました。また運動場にも竹がいくつか、大体3キロぐらいなんですが用意してあります。この運動場、最近ようやく慣れてきたようでして、運動場で竹を食べる姿もご覧いただけます。さあ、本日ちょっと風が強いですが、実はパンダ風が苦手なところがございます。ユイヒンがもし運動場を嫌がった場合には、この後屋内運動場へと入る場合もございますので、あらかじめご了承ください。さあ、最後はスタッフに手伝ってもらいながら、ようやくミルクが終わったようです。口をつけてペロペロと舐めていきますので、いつも口の周りはミルクだらけ、べちょべちょになってしまいます。さあ、しっかりと飲めましたでしょうか。運動場には遊具やボールなどもありますので、こういったボールで遊ぶこともございます。大人とパンダと比べてかなり活発な姿ご覧いただけるかと思いますので、ぜひこの後ユイヒンが元気に遊ぶ姿、ゆっくりお楽しみください。それではこの辺りでユイヒンのミルク終了いたします。どうぞこの後も皆様素敵なクリスマスお過ごしくださいませ。ありがとうございました。
Thank you.